110回薬剤師国家試験の目標点数ですねについて発表していきたいかなと思います。それでは早速やっていきましょう。まずですね、この目標点数の意義としては、110回薬剤師国家試験において余裕を持って合格することができるような点数設定をしています。この点数を超えなければ合格できないというものではありません。はい、それでは110回薬剤師国家試験の領域別の目標点数ですね、こちらになります。まず必須ですねが75点、そして理論が60点、実践が105点の合計240点ですね。こちらが110回の、領域別の目標点数となります。はい、この点数割合ですね、また109回の時も目標点数を、発表したんですが、その点数の割合ですね、変えています。はい、必須を、若干下げたのと理論を上げました。そして実践を下げました。はい、その理由としては109回薬剤師国家試験の問題を、全て見まして、どういった傾向だったかっていうと、必須問題に関しても、ただ知っていれば解ける問題から、プラスちょっと応用の問題が増えてきているので、その分難易度が上がってます。はい。そのため必須問題を高い点数に設定すると、他が低くても大丈夫ってなると、いささか点数取れないですね、必須問題について。なので、必須問題については75点にしています。ただ、この3つの領域のうち、どれが一番点数が取りやすいかっていうと必須問題なので、基本的には皆さん満点を狙ってください。満点を狙って、75点に落ち着けば、目標点数は超えてるよっていうイメージですね。で、言ってください。そして理論問題ですね。もともと、この理論問題は半分取ればいいっていう、そういったスタンスで教えてきていました。はい。理由としては、この3領域の中で一番難易度が高いのが理論問題なので、そこで点数取るよりかは必須と実践で点数を取った方が時間的効率もいいので、そういったスタンスでやっていたんですが、109回を見ると、徐々にそういった傾向あったんですけど、どちらかというと昔の理論問題よりかは、どちらかというと実践問題の形式の問題がやや増えてきてます。なので以前よりかは理論問題解きやすくなってます。はい、なのでその傾向からいくに理論問題の平均点がやや上がってくるので、この60点ですねにしています。なので以前53点だったんですけど60点ですね、こちら目安にしていってください。そして実践問題ですね、こちらがもともと110点でした。110点だったんですけど5点下げました。理由としては実践の応用問題が増えました。全体的に応用問題は増えてきてるんですけど、特に実践問題ってもともとはすごく解きやすくて点稼ぎの領域だったんですけど、その応用が増えたことによって難易度が上がってます。はい、なので特に点数が怖いのが国試浪人生の方は実務実習から離れているので、そして期間が空いているので結構ね点数取りにくくなっちゃいますね。はい、実際の、実務、実際どういうふうに仕事とか薬剤師の業務が行われているのかっていうのがすごく出てるので近年ね、なのでその分国試浪人生劣っていくので、そういったことを考えながら勉強していかなければならないと、そういった部分の知識とか情報っていうのを常にインプットしていく、そういった姿勢がないと現役生と比べてここの点数が下がってきます。はい、なのでそこの対策ですねをまずしてください。
まあ、その対策の一つとして、まあ、私に連絡するとか、あとツイッター等ですね、に、まあ、意識的にそういった実務系のツイートしてるので、そういったの拾ってってください。はい。国試関連は特にツイートしてます。はい。で、合計240点ですね。で、今まで240点っていう合格点数っていうのはないんですが、今後、波があって簡単な試験になった場合はあり得るので、まあ、この点数に設定させていただいてます。ただし、このバランスですね。バランスは基本的に変わらないので、例えば、231点が合格ラインでしたってなってくると、だいたい、すべての領域からマイナス3点引いたものが、まあ、目標点数だと思ってください。まあ、必須で言うと72点、理論57点、実践102点とか、まあ、そういったイメージで、考えてください。そして最後のスライドですね。こちら。110回薬剤師国家試験の各科目の目標点数ですね。がこちらになります。はい。まず、物理が13点、化学13点、生物13点、衛生35点、薬理40点、薬剤35点、治療35点、法規33点、実務23点ですね。こちらになります。ちなみに、実践の実務問題、実践の物理の実務とか、連問であると思うんですけど、まあ、その実務問題は各科目の点数に割り振っています。なので、物理を例えば例とすると、10問出ると思うんですけど、その10点分が全て物理に入ると思ってください。なので、物理は25問中13点ということですね。という頭でいてください。ここでポイントというのは、基礎科目に関しては3科目とも、まあ、5割ですね、を目安にしてください。そして、衛生に関しては、まあ、7割ですね。これは結構、年によって難易度変わってくるので、まあ、7割が目安かなというところですね。で、薬理に関しては逆に一番この国家試験において点数取りやすい科目なので、こちらは8割の40点になってます。薬剤治療に関しては7割の35点で固定してるんですけど、まあ、薬剤に関しては近年難易度が上がっているので35点取れない方も出てくると思います。なので、まあ、35点っていうのをまず目標の目安にして勉強していってください。そして治療に関しては基本的には難易度があんま変わんないんですね。本当を言うと全疾患を入れ替えたりしてるので、必須、理論、実践で、例えば必須がすげえ難しかったっていう印象を持つパターンの年があるとすると、その必須問題をよく見てみると、品質疾患とかが出てない、多く出てないという場合に必須が難しくなります。逆にその品質の問題が理論とか実践に出ることになるので、必須が点数下がったとしても理論実践でいつもより点数が取れるので、結果的に7割に落ち着くという形ですね、になってきます。法規ちなみにで33点にしました。基本的には法規っていうのは知っていれば解ける問題がほとんどなので、まあ、ここはちゃんと点数を取っていくっていうことですね。はい。で、最後実務ですね。ここいつもはもうちょっと点数上げてます。はい。ただし109回の国家試験見てみると、実務結構ね難しかったです。難しいというか応用を聞かせる問題が多かったですね。なのでおそらく取れない人は、取れる人は取れると思うんですけど、取れない人は取れない、そういった問題になってきます。応用に、まあ、自分が慣れておかないといけないので、まあ、そこですねがポイントになってくるかなと。今後109回で、まあ、このような形の問題が多く出題されたので、おのずと110回以降もそういった問題が出てくる可能性が高いということですね。
まあそんな形で、まあ目標点数ですね、について説明させていただきました。各領域と、あと各科目ですね、の目標点数、ここ目安にしていってください。はい。ということでですね、今回は110回薬剤師国家試験の目標点数についてお話ししてきました。それでは。薬剤師国家試験攻略メソッドと薬剤師国家試験攻略予備校は、無償で運営しているため、続けていくためには皆様のご協力が必要です。 YouTube のチャンネル登録と X のフォローをよろしくお願いいたします。